求めやすいところから考えてください。ちゃんと樹形図のイメージを頭に思い浮かべるのを忘れないようにしてください。ちゃんと同じになるんですよ。まあ、つまりまず並べてダブってる分をまとめると。イエーイ。はい、どうもこんにちは、コミラチャンネルの俊介です。本日は同じものを含む順列についてやっていきたいと思います。例えばこんな問題、 ABC というこの4つを並べる、そんな順列は一体いくつかということですね。まあ例えば、まあ当然 AABC とか、あとはなんだろうね、 ABCA とかみたいな風に、これね、同じものを含むやつがいると。これ今までなかったパターンだよね。この範囲ね、まあなんか計算はできるけどなんかよくわかんねえわってなってる人多いような気がするんでですね、ここもですね、大変便利な公式があるんですけれども、その公式がなんでそうなるのかっていうところを理解してる人はほとんどいないというような印象を受けますので、この際ですね、理解して帰ってほしいなという風に思います。まあでも怖がることはなくて、今までやったことに非常に似てます。まずこんな風に AABCABCA みたいな感じでこういうのを求めたいということになったわけですけれども、これの求め方よくわからないですよね。どうすればいいんだという話になってしまうと。まあそうしたらね、もう今までなんか2回3回ぐらいでやってきた中でおなじみの方法を使います。求めやすいところから考えてくださいということでですね、まあ、今回みたいに AABC というふうにあったら、この同じものを含んでるやつってよくわからないですよね、求め方。でもこれが一旦別物だというふうに考えれば、これ簡単に解けますよね。この2つの A が別物だとしたら、実質的に ABCD を並び替える問題と変わらないわけですよ。ということで、これを並び替えるものの総数、順列の総数はと言われたら4の階乗通りありますよね。まあ、だからこれ今までとね、同じノリに持っていくわけです。つまりこれ普通の順列なら我々は使えるんだということを利用するわけですね。まあそう簡単、4の階乗通り存在しているということなんですけれども、でもこの中にはダブリが存在しますよと。でそのダブリを解消していきましょうねというのがここ 2,3 回でやってきたことだったじゃないですか。今回もね、同じことをします。で今回だったら、じゃあこの AABC こいつ一つに対して一体どれくらいダブリが存在するのかを考えればいいという今まで通りのやつになります。そう言われたらちょっともう分かるんじゃないですか。この AABC、 この求めたい方だよね。この求めたい方、じゃあまあ X 通りとしましょう。この X 通りの方それぞれに対して一体いくつダブってるやつが存在していそうですかね。これも簡単ですよ。これだから AA がダブってるわけだから、例えばこの AA を別物だとした時に、これ A1A2 というふうに名前を付けましょう。そうすると A1A2BC と A2A1BC が存在しているはずですね。これダブっている分、 AABC 一つに対して A1A2BC と A2A1BC というのが存在しているはずです。これあれよ、あの別々だというふうに考えたということね。 A1A2 みたいな感じで名前をつけることによって別々だと認識したということです。そうするとこの A を入れ替えた分だけ存在しているということになります。これこっちも同じですね。この ABCA というもの一つに対して、これ A1BCA2 というのと A2BCA1っていうのの2つが存在しているはずです。ということでこの枝の本数はこの A2 つを入れ替えた分だけ存在しているということになりますね。つまり最終的にはこれ X×2 の階乗を計算したことによって4の階乗が登場したということになって、求める答えというのは2の階乗分の4の階乗ということになりますね。これだと計算すれば求めることができます、イエイというわけです。ちょっと他の例もねやってみましょう。この調子でやっていけば全て理解できます。まあ今度はね、ちょっと数を増やしてみましょう。例えば AAAB みたいな風にこの3つある場合、これどうなりますかね。これはまあ同じなんですけれども、例えば AAAB という風にやったら、例えば AAAB があったり AABA みたいな、なんかそんなも考えられそうですよね。でおなじみですね、この求めやすいところから考えようということをやってみるわけです。求めやすいところ、つまりこの A3 つを区別するということですね。 A1A2A3 みたいに区別して考える、それは我々簡単に求めることができますね。まあだから普通の順列について考えるわけですね。それは当然この4つを普通に並び替えることなので、これ4の階乗通り存在しているわけですが、この AAAB1 つに対して一体どれくらいダブっているものが存在するでしょうかという話になるわけですね。これは簡単です。この A3 つっていうのを並べ替えた分だけ存在しているということになりますね。つまりはこの3つを並び替えた分だから3の階乗通り存在しているはずです、この枝の数というのは。だからまあ例えばですね、 A1A2A3B A1A3A2B みたいな感じですね。でこれバーってやって最後は A3A2A1B みたいな感じになっているはずです。だからこの A3 つ B っていうの1個に対して、これ3の階乗通り、このダブってるやつというのが登場するはずですね。これは他の組み合わせでも同様なはずです。
この AAA のこの3つの立場をバーって入れ替えたやつ、3の階乗通りここに存在しているはずですね。ということで、この求めたい X 通りは一体どうなるのかというと、まあ、X×3 の階乗イコール4の階乗ということで、 X というのは4の階乗を3の階乗で割ったものということになりますね。これ計算すれば答え求まるよということです。ちゃんと樹形図のイメージを頭に思い浮かべるのを忘れないようにしてください。もうちょっといちいち書かないけど、掛け算が出てくるときはどういうときかというと、それぞれの選択肢から同じ数の枝が出ているときでしたよね。だからまあ今回もそういうふうにちゃんとね、頭の中でイメージをするわけです。この全ての選択肢に対してちゃんと3の階乗分のなんかバーって枝が出ているなってことを確認するわけですよ。これバーって並べたら、これ3の階乗分被ってるに決まってるじゃん、イエイっていう風に割っちゃうというわけです。まあ次はですね、これなんかまた要素が増えたバージョンをやってみましょう。今度は AAABBC を並べてみましょう。これちょっとややこしそうですよね。例えば、まあ、AAABBC みたいのがあって、まあ何でもいいですけれども、 AABCBA みたいな、まあなんかそんなんもありますよね。まあこうバーっていっぱいあると、一体これ何通りなんだいというわけですよね。これを求めたい X 通りというわけです。で、今回も今までと同様、求めやすいところから考えようよということで、普通の順列について考えてみたいと思います。で、まずこの普通の順列は一体何通りあるんですかというふうに言われたら、これまあね、 AAABBC これをなんかまあ区別して考えるので、このただ6個のやつを並び替える順列ということになります。そうなると6の階乗ですね、6の階乗通りここに好き放題並べたやつが存在していますよということになります。で、この中に一体どれくらいダブってるやつがあるんですかということなわけですよ。これね、2つに要素が増えるとまたややこしくなりますね。どういうふうに考えればいいんでしょうか。一体こいつ一つからどれくらい枝が出ることになるんでしょうかね。これまあ実はね、答えを言ってしまうと、これ3の階乗かける2の階乗分あります。これが果たしてちゃんとイメージできるかどうか。まずこの A の場所、この A の場所っていうのは3の階乗分パターンが存在しますよね。でもこれ B の場所のパターンっていうのは、これ A の場所に関係がないと、 A とは全く無関係に B の場所は決まりますよね。ということは、これ3の階乗でバーって A が入れ替わったそれぞれに対して、この B の場所のパターンっていうのがあるわけです。ちょっとややこしいね。まあ具体的に考えてみましょう。例えばこの A の3つをさ、入れ替えたパターンっていうのは、これ3の階乗分あるっていうのはイメージつくよね。例えばさ、これ A1 A2 A3 みたいな。で、この A の並び方、他には A1 A3 A2 みたいな感じの並び方がありえるよね。みたいな感じでこれ6通りあるわけよ。6通り、まあ、3の階乗通りだよね。で、この A の並び方とかに関係なく、この B の並び方っていうのは存在してるわけじゃん。だから A1 A2 A3 になりましたよっていう世界線の中で、こう B1 B2 の順番なのか、 B2 B1 の順番なのかっていうのがあるわけじゃん。これってさ、他の部分でもそうだよね。他の部分でも A1 A3 A2 の世界線の中で B1 B2 なのか、B2 B1 なのかっていうのがあるわけだよね。これ全部同じなのよ。この3の階乗通りある分の、このそれぞれから2の階乗分の選択肢が出ているということになるんだよね。だからあれなわけですよ。ここまではまあ3の階乗通りあるよねと。でも、その選択肢それぞれから2の階乗分の枝が伸びているよということで、これ3の階乗かける2の階乗分だけここ存在するということになるわけですよ。まあ例えば、まあこっちでも書いてみましょうか。ほぼ同じだけれども、例えばこの AABBC っていうのは A1 A2 A3 B1 B2 C っていうのがあれば、 A1 A2 A3 B2 B1 C っていうのがあるわけよ。だからこれこことここだよね。で、こっちでもまたあるわけよ。だから A1 A3 A2 があって、でその後にまた B1 B2 がいるのかみたいな、 B1 B2 がいて C みたいな、でこんな感じでバーってやっていくわけよ。こうなるとさ、3の階乗かける2の階乗分がこれ一つに対して存在しているというイメージがつきませんかね。で、これは当然こっち側でも同じことになります。この A3 つってのを入れ替えた分かける B2 つってのを入れ替えた分だけこうダブってるのが存在するということになりますよね。というわけで、このこっち側の X 通り、こっち側の X 通りかける、3の階乗かける2の階乗ですね、3の階乗かける2の階乗をすると、6の階乗になりますよというふうになってですね、で X っていうのは、6の階乗を、まあ、3の階乗2の階乗で割った分ということになるわけですね。イエーイということなんですけれども、ここでちょっと皆さんにね、気づいてほしい、あみたいな、ちょっと公式っぽくなってきたなというふうに思ってほしいんですよ。これどういうことかというとね、
まあ、最初この AABC というふうにありますと、これ4つがあります。この4つを並び替えるんだと言ったらですね、これ最終的にどうなってるか、これ4の階乗割る2の階乗なんで、これ4の階乗をまずねやってるわけですよ。だからここをねまずバーってやってるわけ。とりあえず普通の順列を考えます。でその中でこれ A2 つが被っていますよね、同じものなわけですよね。ということはここがなんかバッて入れ替えた分だけダブっているはずだということで、これ2の階乗で割ってるわけですよ。だからまず並べて、でダブってる分を割る、まとめるという風な発想になってるわけですね。でこっちも同様です。こっちは A が3つで B が1つなので4の階乗して、これ4つを並べるわけですよね。でその中から A3 つがこれ並び替えた分だけダブってるやつが存在するはずなので、3の階乗で割るということなわけです。で最後これですよね。最後はこれまず6個トータルであるので、これ6の階乗っていうのをまあやりますと。 でその中にこれまず A が3つあって、それがバーって並び替えた分だけダブっているはずだということで3の階乗で割る。でさらにこれ B のなんかこの2つっていうのを並び替えた分もまたダブっているはずなので、これまた2の階乗で割ると、そういうことになってるわけですね。まあつまりまず並べてダブってる分をまとめるということでした。もうちょっとちゃんと書き直してみます。はい、ということでちゃんと書くとこういう風な感じになります。 A が P 個、 B が9個、 C が R 個あるとき、それらをすべて一列に並べる総数は、P の階乗 ×Q の階乗 ×R の階乗分の N の階乗で、ただし P たす Q たす R は N であるよということですね。これまあちょっとパッと見理解しづらいと思うんだけど、別にまああれが分かってればいいです。これ何かというとね、まあ、A が P 個あるわけですよ。 A がまあ P 個あります。で B がちょっとなんか謎に3個書いちゃった、まあ、9個あります。で C が、まあ、R 個ありますよっていう状態なわけじゃん。で、まあ、この P と Q と R 足したら N であるよという状態で、じゃあこれを全て1列に並べる総数はどうなりますかって言ったら、まあ、まずこれ P たす Q たす R、まあ、つまり今回 N と置いてるその N の階乗をしますと。だからこれ全部まずシャッフルしますよって言ってるんだね。でシャッフルして、そっからこう A がダブってる分をまとめます。で B がダブってる分をまとめます。で、C がダブってる分をまとめますっていう式なんだね、これね。まあだから全然大したこと言ってないです。今までごちゃごちゃ言ってたことが分かってれば OK という風な感じですね。イエーイ、これで OK。 ちゃんと理解できましたでしょうか。難しいよね、なかなかね。今までの僕の授業をまあなんかちゃんと理解できてたらいけるんじゃないかなと思っております。ちなみにこれね、まあちょっと別の考え方も存在するので、ちょっとそれもね紹介したいなと思います。これの考え方も重要、この考え方もね使う。とりあえず計算の時はこれでも問題ないです。でもまあ違う考え方も紹介しておきます。ということで違うパターンでもこの2つやっていこうと思うんですが、まずこの AAAB ってあるじゃん。そしたらこれさ、最終的に4つ並ぶわけだからさ、これ4つの場所を用意するというふうに考えます。でこの中で A をどこに入れようかなみたいな。だから A これさ3つあるわけじゃん。だからこの4つの場所の中から A を入れる場所を3つ選ぼうぜみたいな風に考えてもいいんですよ。例えばこことこことここに A を入れるんだという風になったら、その選び方って 4C3 になりますよね。これで3つ選んだらもう残りはこれ B に確定なんだから、これ 4C3 でおしまいということになります。もちろん 4C1 でもいいです。これ逆でも OK ですね。 4C1 だったらどういう風になるかっていうと、この4つの中から B を入れる場所を1つ選ぶという風な発想になります。これでももちろん OK なんですね。え、いいのっていう風に思うかもしれないけど、これさちょっとバラしてやってみるとさ、4、3、2、で3、2、1じゃん。これさ、これと一緒だよね。3の階乗分の4の階乗と一緒になるわけよ結局。だからねこれ別にいいんですよ。ちゃんと答えも同じになりますよということです。で次このちょっと複雑なやつでもやってみましょう。そうするとこれはね、まあ、同じようにこの AABBC を並べるわけだから、このね6つの場所があるというふうに考えるんですよ。1、2、3、4、5、6と6つの場所が、汚いな、ちょっとあんま分かりづらいかもしれないけども、とりあえず6つの場所がありますよと。でこの6つの場所があって、この中でじゃあ A をどこに入れようかなっていうふうに考えるわけよね。そうするとこの6個の選択肢の中から A を入れる場所を3つ選びますみたいなことになるわけ。例えばここに入れようかなと。でこの選び方っていうのは 6C3 通りありますよね。 6C3 通りあります。でその後A をここに入れた後に、じゃあ残るは BBC なわけじゃん。お、すごい BBC だ。まあどうでもいいんですけども、
残りのこの BBC からじゃあ B を入れる場所を選びましょうという話になるわけですね。別に C でもいいんですけれども、 B をどこに入れようかなと。残り3つありまして、その中から B を入れる場所を2つ選びますということで 3C2 になりますね。これでは B を入れる場所をこの3つの中から2つ選んできますよということになるわけです。そうなるとまあ残りは強制的に C になるので、これで OK ということになるわけですね。これでもね、これちゃんと同じになるんですよ。これ例えば 6C3 っていうのは654でしょ、で下が321じゃん、でこっち側はというとこれまあ321で、で下が21になるわけじゃん。でそうしたらさ、ここがまずこれ6の階乗だよね。でここは3の階乗で、ここは別に2の階乗と同じですよね。ということはこれね、全く同じ式になるわけですよ。あ、じゃあ一緒で OK なんだなということになるわけです。これ面白いよね。ここで掛け算をするときにちゃんと樹形図みたいになってるってイメージもちゃんと持ってくださいね。この A を入れる場所の選択肢それぞれから B を選ぶ場所のなんか枝が伸びているはずですよね。まあまあそれ、まあ、意識してもらったらいいんですけれども、みたいな感じのやり方もできますよ。まあちょっとお好きな方を使っていただければというふうに思います。どっちも便利でいいと思いますね。そんな感じでした。まあね、今回もですね、こういう風になんか求めやすい方向から求めて、でそれギュッていう風にね、ダブってるやつまとめるっていう発想が出ましたね。これもね、まあ、今後も使っていくんでよろしくお願いします。そんな感じでした。最後まで聞いてくれてありがとうございます。波がくれた些細な